皆さんこんにちは。栃木スポーツ医科学センターの笠原です。今回のメンタル道場は目標設定です。スライドを使って説明させていただきたいと思います。それではどうぞ。それでは目標設定について説明させていただきます。目標設定には大きく分けて2つあります。1つ目は客観的目標です。通常は指定された時間内に特定の基準を達成することと定義されます。皆さんがよく立てる種類の目標設定になります。例えば3ヶ月以内に3キロ減量しよう、シーズンの終わりまでに何勝しよう、次の競技会で自己ベストを出すなどが挙げられます。2つ目は主観的目標です。測定可能でも客観的でもない一般的な意図、意思の表明になります。うまくなる、楽しむ、ベストを尽くす、頑張る等が挙げられます。スローガンとも言えるような目標設定の種類になります。客観的目標はさらに3種類の目標に、分類することができます。1つ目は結果目標です。結果に焦点を当てた目標になります。例えばレースで勝つ、試合に勝つ、メダルを取る、対戦相手よりも多くのポイントを取るなど、まさに結果に焦点を当てた目標になります。他者との比較も出てきます。なので努力だけではどうにもならない対戦相手の調子も影響してきます。人生で最高のテニスの試合、最高のプレーをしたとしても、対戦相手が自分よりも調子が上回っていれば負けてしまう可能性が出てきます。2つ目はパフォーマンス目標です。結果目標が他者との比較であったのに対して、他者とは無関係に自分の以前のパフォーマンスと比較した目標になります。例えばテニスのスライスサーブの成功率、今年が 70% だったから来年は 80% にしようといった過去の自分との比較になります。3つ目はプロセス目標になります。結果目標とは正反対とも言える目標設定になります。結果ではなく具体的な自分のやるべき行動に焦点を当てた目標になります。水泳であればストロークで腕を長く伸ばす、膝を使う、1球ごとに深呼吸をするといった具体的な行動になります。研究ではプロセス目標を採用したゴルファーの不安や自信にプラスの影響を与えたという報告があります。結果目標、パフォーマンス目標、プロセス目標、これら3つの目標は重要な役割を果たしています。選手はできればこの3つの目標を同時に設定する必要があります。まず結果目標ですが、結果目標だけだといろいろと問題点が出てきます。確かに短期的なやる気を高めることができます。例えば最大のライバルに負けない、典型的な結果目標ですね。最大のライバルに負けないと結果目標を立てることは確かにオフシーズンのやる気を高めることができるかもしれません。しかし結果目標だけを設定してしまう最大の問題点なんですが、競技直前または競技中に結果目標だけに集中してしまうと不安および雑念が増大することが多いです。例えば試合の得点について、典型的な結果目標ですね。試合の得点についてあまりにもそこに集中してしまうと目の前のやるべきことに十分に集中できなくなります。目の前のやるべきことに十分集中することが実力を最大限発揮する、最大のポイントなので、非常にパフォーマンス発揮において問題が出てきます。研究では結果目標と、正反対ともいえるプロセス目標を採用した高実力でありながら高不安を感じてしまうアスリート、
つまり実力はあるのになかなか本番で実力を発揮できないアスリートに効果的であるという研究が報告されています。はい、ここで結果目標よりもパフォーマンス目標、プロセス目標が重要になってきます。結果目標よりもはるかに具体的もしくは正確な調整ができるからです。パフォーマンス目標、プロセス目標は相手の行動、他人の行動にあまり左右されないので自分のやるべきことに集中しやすくなります。なのでパフォーマンスやプロセス目標は競技中の選手にとって非常に重要になってきます。ただしパフォーマンス目標も若干結果目標に近い部分がありますので不安が生じる可能性はあるのですが、結果目標よりも不安は起こりにくいとされています。研究では結果目標、パフォーマンス目標、プロセス目標の3種類を同時に設定すると1種類の目標だけに頼るよりもはるかに優れたパフォーマンスが得られたという報告があります。結果目標だけを採用するメリットというのは実はあんまりなくてですね、やはり結果目標が試合前試合中にプロセス目標とセットにした時のみ効果を発揮すると言われています。続きまして目標設定に関するさまざまな研究結果を説明させていただきたいと思います。性別ごとに見ると一般的に女性はより頻繁に目標を設定し男性よりも高い効果を得られたという報告があります。ただし結果目標は除きます。アスリートは多くの目標を考えてはいますが継続して書き留めているケースは少ないようです。目標を設定する経験が多いほど効果的な目標を立てる上でより優れたものになった。つまり目標設定の経験回数が多くなれば多くなるほどより効果的な目標を立てられるようになるということです。目標設定のメリットは自分の進むべき方向性を与え目の前のやるべきことに集中できるようになることです。その結果最高のパフォーマンスが発揮できるようになります。複数の目標戦略、結果目標、パフォーマンス目標、プロセス目標、複数の目標を同時に立てた選手ほど最高のパフォーマンスを発揮できる可能性が高まります。ただし目標を設定する場合には当然個人差がありますので個人差を考慮する必要が出てきます。目標設定のポイントです。まず最初に具体的な目標であること、やや難しいが現実的な目標、あまり現実離れした目標を立てないことです。長期目標および短期目標を設定しましょう。長期目標というのは1ヶ月後、半年後、1年後の目標です。ただし目標設定で重要なのは短期目標です。短期目標というのは毎日の目標だと思ってください。毎日の目標を設定した方のが自分の進むべき方向性、自分がやるべき課題が明確になります。そしてパフォーマンス目標、プロセス目標、結果目標、3種類の目標を同時に設定しましょう。練習と試合のそれぞれの目標を設定しましょう。で、設定した目標は記録しておきましょう。行動の変化はすぐには起こりません。長期目標と短期目標の両方を設定する必要が出てきます。両方が重要であることが研究により証明されています。長期目標は長期的な方向性を示し、短期目標は長期目標の達成につながる通過点となる役割を果たしています。先ほども申したように、長期目標のみに注目しても、長期目標だけの設定、つまり1年後の目標、10年後の目標、20年後の目標だけを設定してもパフォーマンスは向上しないとされています。結果目標だけに集中しすぎてしまいますと競技中に不安が生じ
選手は目の前のやるべきことに集中するのではなく、多くの時間を心配に使ってしまいます。心配というのは未来の出来事に関して、負けたらどうしよう、ミスしたらどうしようというネガティブな感情を意味します。結果目標が悪いわけではありません。確かに闘争心を高める効果があるんですが、結果目標だけをですね、コーチの方が強調しすぎてしまいますと、パフォーマンス中に不安に駆られパフォーマンスが低下してしまう可能性が出てきます。重要なのは結果目標を達成するために必要なパフォーマンス目標、プロセス目標を設定し、コーチの方はこの2つの目標を強調することです。選手が設定するすべての結果目標に対して、結果につながるいくつかのパフォーマンス目標、プロセス目標があるはずです。研究では目標を設定したら、それを書き留めて見やすい場所に貼っておくことを推奨している報告もあります。完璧主義、自分に対する結果に対する期待の低い人、まあ諦め傾向ですよね。そして結果に集中してしまう結果思考、またはミスするのではないか、失敗するのではないかという失敗思考の選手には、結果目標よりも現実的な具体的なパフォーマンス目標、プロセス目標を設定することの重要性をコーチは繰り返し強調する必要があります。パフォーマンス目標、プロセス目標を強調することによって、選手が結果目標に引き戻されて不安に駆られてしまうことを防ぐ必要が出てきます。以上で目標設定についての説明を終了させていただきます。ありがとうございました。